はい、これが今回の練習問題です。この後すぐに解説を始めます。一時停止して解いてみましょう。それでは一度問題文を読みます。Mr. Chia wishes to cool down in the outdoor terrace. では解説です。まず選択肢を見てみましょう。といつもであれば言うのですが、今回おそらくほとんどの方が解き方がうんぬんって言う前にスパッと解けたんじゃないかなって思います。まあ、とはいえ選択肢をざっと見てみます。Seating. Be seated. Seats. Was seating. Seat の因果形や受け身などがありますね。これは動詞の形問題です。で、cool downの前を見てみると、wishes to 空欄っていう風になっています。これは wish to do 何々したいっていう形ですよね。後ろには動詞の原型が来るはずです。で、選択肢を見てみると、動詞の原型から始まっている選択肢は B の be seated しかないんですね。というわけでこれが正解ってことになります。wish to do 後ろは動詞の原型ってことがポイントでしたね。wish to do, want to do, hope to do この3つの何々したいっていう表現はいずれも後ろの動詞が原型になります。これを覚えておきましょう。それでは本文全体の意味を確認します。Mr. Chow wishes to be seated. チャオさんは座りたい。In the outdoor terrace. 屋外テラスに。今日のボキャブラリーは一つだけ。この be seated です。be seated は座るとか着席するっていう受け身の形で熟語のようなものだと思って OK です。Please be seated. 座ってください。みたいな感じでも使えます。ちなみに seat っていうのは能動態で何人座らせるだけのキャパがあるっていう意味でも使われます。例えば The hall seats 100 people. ホールは100人を座らせるだけのキャパがある。つまりホールには100人が入れますよ。とか This table seats 8 people. このテーブルは8人座らせるキャパがあります。このテーブルは8人掛けです。みたいな感じで使われます。この形もトーイック品質です。Mr. Chow wishes to be seated in the outdoor terrace. チャオさんは屋外テラスに座りたい。チャオさんは屋内よりこういう席に座りたいってことですね。はい、じゃあ今日の動画は以上です。もしよければチャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあ引き続き英語の学習を頑張っていきましょう。